お疲れ。みさきさん。お疲れ。みさきさん。はい。ちょっといいですか、うん、今からどこ行くんですか。帰るよ。今日夜何も予定ないんですか。あ、ないよ。ちょっと飲みに行きません。今から。はい。カメラも一緒に回してていいですか。あ、いいよ。撮影。撮影です。あ、いいよいいよ。飯食おうじゃん。はい。腹減ったしちょうど。はい。今回テーマとして、うん、会食についての動画を撮りたいなと思ってて。会食。はい。飯。ビジネスパーソンがじゃあお店どう選んでるのかとか、はい、会食に行った先でどんなことを気をつけなきゃいけないのかとか。うん、おお、はいはいはい。印象に残す会食の極意を教えてほしいです。はい、会食の極意。じゃあとりあえず店選びから今するってことね。そうですね。今日やんね。はい、今日です。え、店選びも見られるってことやんね。はい。じゃあ予約します。とりあえず。はい、お願いします。今日は接待？はい、そうです。まあ大事やけんね、飲みの場ってね。会議室で話してるとき、やっぱ緊張してるしさ、うん、なかなか踏み込んだこと聞けなかったりするんだけど、はい、お酒飲みながらとか、同じ釜の飯食いながらって、よりなんか相手のことがね、こういろいろ聞けたりとか、知れたりとか、情報収集するチャンスですよ。接待を制するものは仕事を制すっていうぐらいね。そんぐらいは大事だと思ってるから。意識してることは結構いっぱいあるんで、今日は初、それを。公開ということで。はい。ありがとうございます。とりあえず奥で。はい。はい。もうお客様は網棚ですね。どうぞ。まずは、お味を。はい。はい。お預かりします。はい。ありがとうございます。今日もよろしければ。ありがとうございます。今日は焼肉なんでね、匂いついたら困ると思います。はい。早速ね、飲み物。はい。どうしましょう。ビールでお願いします。はい。生でいいですか。はい。はい。じゃあ、生でいきます。ラスさん、今日こういう YouTube の企画でも言ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったけど、久しぶりに飲みたいなと思ったけど、はい、みたいに今日楽しみにしてたっていうの結構伝えるかな。誤解されがちじゃんね。接待って言ったらさ、なんかもうお祭りまくってヘクヘクしてもうしんどいみたいな、うん、俺全然きつ逆で結構好きなんやんか。それはなんでかって、やっぱお客さん喜んでもらえたら嬉しいからね、っていう感覚で多分会食をすると向こうも嬉しい楽しい、どっちも嬉しい楽しいっていういい接待に。じゃあ、はい、今日はありがとうございます。もう誘っていただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。じゃあ乾杯しましょう。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すごいグラスやっぱ下からそうですね。やっぱ両手で下からですよね、うん、大変なことじゃないですよね。いやもう3秒で終わるやん。だって全然大変じゃない。あっちもいいですか。皆さん苦手なものってあります。ないです。何でも好きですか。はい、好きですか。すいません、ダメです。逆に焼肉で特に好きなもの、うん、ハラミいいですね。はい、行きましょう。皆さんサラダいりますか。あ、なくて。うまくていいですか。はい、あ、食ですね。他になんかこう毎回頼めるとかってあります。焼肉あ特にない。まあ、お任せでいいですか。はい、お任せでお願いします。じゃあ特選カルビ、あ、とりあえずそれでいいですわ。はい、わかりました、ご用意いたします。まあ相手に聞くよね、やっぱね。苦手なものないかとか、はい、好きなものないかとかで、自分と同じ好みやったらめっちゃ僕も好きですってアピールするし、はい、嫌いやったら、いや嫌いですと言わんけんね、食べれるんですがすごいですね、僕ちょっと苦手なんですよみたいなのを話して、なんかこうアイスブレーキ的にやった。なるほど。お店はなんでこのお店を選んでくださったんですか。あ、基本ね、まあ、俺2パターンあって、まず個室の店を選ぶか、もしくは隣同士座れるカウンターの店に座るか。これ西崎鉄板法則っていうのがあって、はい、3人以上になったら基本個室のこういうテーブル席、うん、2人の時は落ち着いたカウンター席に座るって決めてる。さっき言ったみたいに俺はやっぱこう盗みに来てるからさ、いろんな話とかで、もしくはそのお客さんから聞いた内容をまたいい提案するためにお客さんにプラスになるけどね、やっぱ落ち着いて話せる場所がいいねっていうところで、まあ複数の時は個室を選ぶし、じゃあ気にならない。逆になんで2人の時は個室にせんとと、はい、もちろん落ち着いた店は選びますけど、体の距離と心の距離ってイコールな気がしててね、テーブル席で若干こう距離できちゃうやんか。でもカウンター席ってやっぱすぐ隣にお客さん座ってもらって、より近い距離でコミュニケーションが取れるんで、なんでこうお客さんとの心の距離を詰めたいとか、もっといろんなこと聞かせてほしい、教えてほしい、話をしてほしいっていう時にめちゃくちゃおすすめ。金額って、うん、
大体一人単価いくらぐらいのお店がちょうどいいんですか？いい質問やね。悩むよね。だってさ、はい、あんまり安すぎる店頼んだらちょっと失礼かなとか、はい、でも逆にやっぱ年上のケースとかやったら向こうにお金出していただく場合もあるので、うん、高すぎるとちょっと怒られるかなとかね。俺の今までの経験で俺が社員やったとして社長さんに店選んどいてって言われたら5000円から7000円ぐらいの店を選ぶことが多いかな。うん、なるほど。だから全然高すぎることはないね。うん、じゃあ俺の話もしとくね。はい、俺は経営者と飲みに行くときは逆にあんま高い店選ばんでちゃうね。うん、みんないい飯食いまくっとうけんさ、もう今更ってなるわけよ。うん、なんで逆に一人3000円ぐらいで超うまいっていう店をセッティングしたりとか、はい、サインの場合やったらもう高くない方がいいよね。うん、こっちがお金払うのはっていうことの接待であれば、まあ、もう気にせんでいいからさ、お客さんお金払わないから、はい、まあ、会社の経費を許す限りのいい店を予約したらいいと思いますし、はい、でも社員さん同士の飲み行くときって、まあ、割り勘になったりすることもあるやんか、はい、接待というか会食みたいな感じで、はい、その時はあんま高すぎない方がいいよね。うん、それこそ3000円から5000円価格とその個室とかカウンター以外で美味しい、うん、美味しくないってなる。うん、食べログの口コミみたいなのですか？はい、これも俺の鉄板なんやけど、基本お客様を連れて行くとかっていう時は行ったことがある店にしか行かんじゃんか。新規で探そうとする人もいるよ。でも新規って難しくって、口コミ評価いくら高くても外す時は外すし、料理は美味しいけど接客最悪とか、接客はいいんだけど店めっちゃ汚いとかね。やっぱ自分が信頼できる店に行くっていうのが一番いい。ただとはいえ接待に慣れてなかったら行ったことないと、なかなかそういう店しないって場合もあるでしょ。そういう時にはやっぱりこう接待に行き慣れている先輩もしくは社長なんかに、例えば大阪の南でどこだったらいいですかと、金額このぐらいでこんな料理食べたいっていうの言ったらね、大体教えてくれるけん。口コミなんかで選ぶっていうのはこれもう2流以下、3流、4流、5流。なるほど。ああ、じゃあビジネスパーソンはお店も詳しい方がいいってことですか？いや得意よね。うん、やっぱり自分のレパートリーが広いって武器になると思うから。なぜならさっき冒頭言った通りさ、会食の場を制するものは本当に仕事を制すっていうぐらいレパートリーが多いっていうのはポイントが高い。とりあえず食いましょうか。はい、そうですね。はい、はい、自分から結構会食は誘うことが多いですか？まあ、どっちもあるけど、基本誘われたら行くね。うん、で俺は5分でも行くから、うん、フットワーク軽いってすごくやっぱりお客さんからも喜ばれる。だってさ、何回誘っても日差し来んっていう、ね、仕事が忙しいってなったら、はい、誘われなくなるんだよ ね。お客さんのこと知る、はい、チャンスを逃したら、はい、最高でトリプルブッキングぐらいしたことあるんやんか、はい、同じ日同じ時間に、はいはい、3軒会食入ってるから、うんうん、1軒目のお客さんがやっぱ優先やけどね、はい、で終わった後に2軒目3軒目を30分ずつ顔出すみたいなことをやったりするかな。あとなんか気になることある？接待の時にこれやっとけってことあります？これやっとけは飲み物結構見てるかな。やっぱできるビジネスパーソンはもうね、あとちょっとっていう、これはもうちょっと入ってるんやけど、うん、はい、この状態でおかわりいかがですかっていうのがめちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ見てるなっていう、はい、こいつ仕事できるなっていうなるよね。うん、気づかない人は気づかないよ、ね、全然気づかない一回もないからねそう、とりあえず入れましょうか。これ入れましょう。はーい、言いましたけど、よし入れる。これ俺さ結構苦手でさ、はい、私もでも全然うまくはないですよ。あ、ほぼ泡です。あ、うわ、多分俺より下手やねうわ、あぶあぶあぶさすがやね俺の体のこと考えてくれと、はい、そうです。あ、もうこれこっちの方がね、はい、カロリー高いけど、そうですっていう感じで、会食の時はできるだけ相手がこう笑ってくれるようなのが結構やってるかもしれない、はい、どうでもいい話やんかこっちの方がカロリー低いって僕のことはみたいなんて、はい、どうでもいい話ですよ、うん、その場の雰囲気に合わせて、はい、話ができていくと、うん、よりこう場が和むというか、うんですね。この間、うん、社員が会食で受注したっていうのを聞いたんですけど、うん、そういう会食中も営業とか成果出すためにやってることって何かあるんですか？まずその会食で売ったろってしないことがめっちゃ大事ね。あ、もうその飲み屋さんでもそうっちゃけど、うん、やっぱもう営業かけられてるなって感じた時点でもう一気に冷めちゃうんで、うん、ただ売ったろってしたらダメよって言いつつも、飲みの場ってめっちゃ契約が取れるチャンスっちゃうね、うん、お酒入っとうけんさ、もう勢いで行くわけよここで必ず売り切ってしまおうとかっていうのは逆に絶対出さない方がいいし、ただその話の中でじゃあ社長そうやったらこんなこと一緒にやりませんかとか、うん、話すのは全然いいと思うんですね。で一個注意しとかなきゃいけないのはその場の雰囲気でね、うん、おいいよと、うん、水崎そういうんやったらもうやろうやみたいな感じでその場になったするやんか、はい、やらなきゃいけないことは次のアポ取っとくっていうなるほど。じゃあちょっと酔っ払ってちょっと寝ちゃう前に次の打ち合わせに行って決めさせてくださいなるほど、流れ
ないように。そうそうそう、それ決めてないとさ、うん、そんなこと俺言ったっけみたいなのとかね、うん、そこはしっかりしてていい、うん、じゃあ最後にちょっとまとめで、はいはい、会食の極意を。やっぱり楽しむことっていうのはすごい大事かなって。いやいややっても絶対相手に伝わるよね。で、楽しむためには相手のことをしっかり観察しないといけないし、相手をなんか気持ちよくするっていうだけではなくて、そうすることがやっぱ自分のプラスになる。学びがあったりとか気づきがあったりとか、そういう姿勢で臨むっていうことがすごく大事。あんま難しく考えなくていいと思うけどね。いかにこう、はい、その楽しい場を自分も楽しみながら参加できるかどうかっていうのが大事じゃないかなと思いますんで、今日の動画を見て参考になった方はぜひチャンネル登録と、そして勉強になったよという方は迷うことなくグッドボタンを、勉強にならなかったという方はこれも遠慮なくバッドボタンを押していて結構ですので、どちらか押してください。今日の企画ね、ちょっと面白かったんでね、またこういう実演というか実際の現場でそれをこう見せながらやってほしいというテーマがあればコメント欄で募集しますので、どしどし覚えてください。それでは焼肉焼けてますけれども、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ浦下さん、今日はご契約ありがとうございます。ありがとうございました。はい、アコギだけ忘れずに、はい、お願いします。わかりました、はい、はい、お疲れ様でした。いや、いい動画だね、はい、いいですね。面白かったね、はい、俺も面白かったから、うん、すごい良かった。じゃあ食べましょう。食べましょう。